浜田広介記念館は、山形県東大北間郡高畑町にある高畑町立の記念館である。指定管理者制度により、公益財団法人、浜田広介記念館が管理、運営を行っている。1989年、八代村出身の浜田広介生誕の日にあたる5月25日に、開館した。2000年5月には、広介の成果を、敷地内に一区復元。 ついで2002年4月には第2期工事部分である多目的ホールや研修室を備えた広助ホールが落成した。記念館は設計を岡田新一設計事務所思考大林組が手掛けた。RCS 作り地上2階建て。館内は日本のアンデルセンと称された広助の作品や年譜、遺品等を転換する展示室広助。 童話や一般児童書等約3000冊を収蔵する小さな図書館があるオープンスペース喫茶室のほか前述の広助ホールで構成される記念館会館と広助が初代会長を務めた日本児童文芸家協会35周年を記念して1990年に広助童話賞及び広助童話感想文感想が全国コンクールを 町や日本児童文芸家協会などとともに創設している。聖火江戸時代末期に建築。生後から米沢中学校に入学するまで住んでいた。2000年に記念館敷地内に移築、復元された。まほろば、童話の里、浜田広助記念館条例、広助、童話の世界に触れる、浜田広助記念館。山形県。 2016年2月23日閲覧。AB、建築ジャーナル別冊2003年3月、子供の図書館2007年8月号、審判山形県大百科辞典 P640 から641。ありがとうございます。